尻触ってきますけれども、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね。なので、ここをねしっかり緩めてあげるとかなり効果的に効きます。で、私がわざわざ説明したってことは痛いんです。頑張ってね。はい、足も伸ばせ、ここ痛い。太い声が出る。痛い。でも私ふくらはぎの方が痛かったわ。ああ、そうですね。だいたいみんな初めはふくらはぎが痛がります。マッサージ受けてるだけなのにね、熱くなるでしょ。暑いですね。マッサージ受けても暑いですね。ね、リラックスどころか痛い。リラックス社員だったら違うお店行った方がいいよとお伝えします。そうなんですね。はい、でもなんか後がすっきりしてほしいっていうんだったら受けてみてください、最後まで。うん、運動した音みたいな感じですね。ねえ、みんな言う。あ、言います。はい、この辺りとかね、指で押さえていきますよ。よいしょ。
のでは、こちら側を上にして横向いて寝てもらってよろしいですか。はい、反対。反対。反対。お尻の筋肉というのは、はい、ここからここまでくっついてるんです。なのでここをねしっかり緩めてあげると効果的なんですよ。私がわざわざ説明するってことはそうめちゃめちゃ痛いんですね。頑張ってね。あ、痛いんでしょうね。痛いんです。では、ね、始めていきますよ。あ、痛い痛い出産を思い出す感じです。出産、ああ、痛い、痛い。よく言われる方いる。痛い。出産を思い出す。痛い。あそこめっちゃ痛い。痛い。痛い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 。ああ痛い。それ痛い。ああ。それが硬いと。痛い。痛いもう。いや、じゃあ腰前のと痛かったのと、すみません、思わず。なんか変な感じですよね。はい、そうですね。なんかわかります。なんか変な感じ。なんか痛いねんけど、うん、故障がいいよ。ねんけどみたいな。そう。しょうか。いい。痛い。なんかそっちの方が痛い。うん。なんか違うね。なんかこっちの方が痛い。痛い。痛いって叫んだも出産ぶりかもしれない。ああ、そうですか。つ上着見た方がいいって言ったの分かったでしょ。うん、単語トップ恥ずかしいなと思ったけど、ね、感じますね。今もどうでもいいわ。恥ずすぎて。あ、痛い痛い痛い。はい、では下向きでお願いします。うつ伏せ、うつ伏せ、はい、どうぞ。これもう下の棒はもう力入れても時用の棒ですか。正解、よくわかりましたね。痛すぎてで、今ね、背中をさらさせてもらうと足緩めたほら、なんか背中柔らかくなってるの分かります？わかんないよね。わかんない。でもね、柔らかくなってるんですね。そうなんだ。うん。ということは、まあ足の疲れから上がってきてたよってことなんですね。うん、ちょっとこの辺が柔らかいんだよね。